お疲れ様です。暑いですね。梅雨明けしたみたいです。確かに湿度はなんか下がった気がしますが、すこぶる暑いというか、とにかく暑い。ということで、この動画はサブ4を目標にしている庶民のおっさんが7月の第3週こんな練習しましたという報告の動画になります。早速なんですが、火曜日です。火曜日はいつもの通りですね、サブ4ペースの10キロ走と言いたいところなんですけども、ここ数週ねサブ4ペースがちょっときついきついってずっと言ってるんで、まあ気温も上がってきたということで、ちょっと控えめにして10キロにしました。このくらいのねペースであれば、そう無理なくというか、こう気持ちよくというか、走れるんですよね。サブ4ペース、まあ5分30秒ぐらいにすると、こう途端にきつくなるっていうね、何なんでしょうね、心理的なもんなのかな、ちょっとよくわからないですけども、まあ、今週の10キロ、火曜日の10キロは、そんなにきつくなく、まあ、気持ちよく走れました。で、翌日、水曜日ですね、水曜日は、12分間走になります。12分間走は、動画にしました。こちらです。ぜひこちらのサムネの動画をぜひご覧ください。12分間走ですけども、まあ、どれくらいの、ね、距離走れたかで、マラソンの目安予測ができるということでやってみたんですけども、まさかまさかの3000超えで、3030m ですよね。でまあ3時間20何分かなんで、まあサブ4どころかサブ3.5 の予測に入ってるわけですね。正直自分にしてはすごい出来すぎで、まさか3000超えれるとはちょっと正直思ってなかったですね。まあ動画内でも言ってたと思うんですけど、いいとこ2900ぐらいかなと思ってて、2800は超えれると思ってたんですよ。というのが私の5キロのベストがキロ当たり4分8秒なんで、 2800m 超えるには4分8秒ですから、まあ、それはいけんだろうなと思ったんですけど、まさかね 3000m 走れるとは思ってなかったです。まあ、今回12分間走って言ってやりましたけど、ほぼほぼ私の走力的には3キロ TT みたいなことになっていて、3キロのタイムは11分53秒とか54秒とかなんですよ。まさかこれもね、まあ、さっきと同じこと言うんですけど、12分切れると思ってなくて、3キロ12分切りってやばくないですか。まさかねこんなタイムが出せると思ってなかったんで、なんというかすごくないです。なんか最近のスピード練習の効果出すぎって感じがしましたね。はい、3キロ走の結果を見るとサブ3.5 に向けて練習しても良さそうじゃないですか。なんかそんな気がしてきました。いけんじゃねえみたいな。もちろんその次のね10月末の水戸万有マラソンで 3.5 できるとは全く思って、これっぽっちも思ってないですけど、次の3月の東京に向けてだったら間に合うんじゃないかなっていう気が少ししてきました。もちろんね10月の大会の結果次第だとは思うんですけど、結果次第ではちょっと狙いたいなっていう気がちょっと出てきてます。どうでしょうか。はい、で今日なんですけども今日がね、7月16日の金曜日ですね。普段はね土曜日とかに、ロング走ゆっくりロング走ですって言ってる時にこのようなご報告動画を撮ってるんですけども、今週はちょっとその土日が用事があって全く走れないんで、朝から晩まで、珍しくなんですけど朝から晩までちょっと予定が入ってて全く走る時間が取れないので、まあ、今日金曜日のご報告という形なんですが、今日はガチウル走8週連続8回目のガチウル走でした。で、結果がこちらで、そうなんです、5キロなんですよ。ウォーミングアップ1キロやってガチ走2本やって、ゆる走で2キロ走ったところでやめました。なんか定期的にねやめたっていう、失敗したっていうご報告をしてる気がするんですけど、情けない、まあ、事実なんですけど、ね、しょうがないんですが、ゆる走走って2キロゆる走走ってて2キロ目ぐらい、まあ、全体で5キロぐらい過ぎたあたりで戻しそうになるぐらい気持ち悪くなっちゃって、一回止まって落ち着けば平気かなと思ったんですけど、もうちょっとそんな感じじゃなくて、こう止まってる間も少しでもなんか刺激が加えられたら、もって耐えられないぐらいの
感じだったんで、もうちょっとこれは走ってる場合じゃないなと思ってやめました。ゆっくりちょっとこう日陰を歩きながら休憩というか、まあゆっくり歩いてたらですね、気持ち悪さ吐き気っていうのがなくなったんで、こうやってご報告動画が撮れてます。もう思い当たるところが、その水曜日の12分間走をね、正直めっためたきつかったんですよ。今までないぐらいちょっときつくて、その12分間走やった水曜日の丸1日はもちろんなんですけど、翌日木曜日もね、1日こうこの胸のあたりがこう疲れてる感というか、そのだるさっていうのが残ってて、今日はそんなこと感じなかったんですけどね、まあ、結構その心肺に負荷かかったんだなっていうのは分かってたんですけど、で今日は特にそれを感じなかったんで、まあ、特にもう意識せずにですね、あの疲れは取れてるもんと思ってガチ走2本やったんですが、多分ねガチ走の2本も結構ね、まあ、両方4分切りということで、結構私としては追い込んでるんで、それで多分ね普段にないぐらいまで追い込んじゃったんで、気持ち悪くなっちゃったのかなというふうに思ってます。ガチうるそうであと5キロ本当はゆっくり走る予定だったんですけど、まあ、それができないのは残念でしたけど、まあ、無理するとこじゃないんでね、まあいいかなと思ってます。で明日で土曜日日曜日土日とあの走らなくて、まあ、あの用事があるんでね、あの何もしなくてゆっくり休めるわけではないですけど、心配に負荷がかかるような話ではないので、土日月と次走るのは火曜日かな、なんで3日間空きますんでね、その間にまあ心配はきっちり休んで、来週はきちっとした練習に、まあ、いつも通りの練習に戻れるかなというふうに思ってます。はい、ということで、7月3週のトレーニングの報告になりました。報告でした、なりましたってなんだ。7月3週はね週3日でかつ19キロ、まあ、20キロ弱という走行距離でした。普段の半分以下ですね。たまにはこういう週があってもいいんじゃないですかね。はい、本日の動画は以上になります。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。これからも、まあ、こういう感じでね失敗しましたっていうのも随時上げていきますんで、ぜひあのこれからもよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。